トゥナイトファイブ。はい、皆さん始まりました。トゥナイトファイブ月曜日。まずはあれですね。明けましておめでとうございます。今年もトゥナイトファイブよろしくお願いいたします。今年一発目のトゥナイトファイブがなんと私大谷由美からのスタートということで、本当にありがたい話なんですが、皆さん今年もよろしくお願いします。この番組は FM 小座と吉本沖縄のコラボ番組となっておりまして、月曜日から金曜日まで、芸人が日替わりで登場するコーナーなんですけれど、番組なんですけれどもね、月曜日私大谷由美が担当していますが、私ピン芸人ということで、で毎週ねゲストを呼んで一緒にお送りしています。で先月ね、12月最後のトゥナイトファイブ月曜日、私が東京にいたということで、ね、最後なのに出演できなかったんですよ。その時にレンゲさんが私の代わりにラジオやって、ゲストなのにね、ちょっとメインでやってもらうという、ちょっとね珍しいことしてしまいましたが、すいません。皆さんどうでしたか、年末年始。私ですね、なんとインフルエンザにかかってしまいましてね、最後のトゥナイトファイブも東京でずっとインフルで、ホテルで缶詰の状態でした。もう本当に、でも年明けじゃなくてよかったなと思っておりますけれども、こんな感じで今年1年大谷由美よろしくお願いします。ということで今日のゲストですね、新年一発目、なんとこのお二人が登場してくれます。どうぞ。どうもー、どうも、藤本です。よろしくお願いします。はい、東京から、はい、今日もね東京から皆さん来てるんですよ。東京からの先輩、この番組ですね、毎週後輩とか同期とかを呼んで一緒に、なるほどね、なるほど、お送りしてるんですよ。で先輩が来たらその先輩をちょっとゲストにお願いして、いやいやいや、そうだ、ありがとう。で先月ですね、レンゲさんがマンスリーゲストという形で出まくってるらしいね。はい、今まであのマンスリーゲストで呼んだのはオープンスペースさんとレンゲさんです。あ、そうなんや、はい、じゃあそうなんや。で田畑藤本が3回目の先輩ゲスト、はい、嬉しいよそれは。ありがたい。これ、ねね、ラジオだけじゃなくてツイキャスもやってるんですよね。ツイキャスとユーストリーム配信もやっております。大丈夫ですか、これ画面ありますけど、はい、田畑藤本しか映ってないですけど。いや、いいんですよ、大谷ちゃんこれ。あ、いいんです、いいんです、もう私はねあの毎週ちゃんと映ってますので。これ映った方がいいんじゃないの。いやいや大丈夫です。3人にした方がいい。すごいですよ、でしょ、本当にあの今まで、お茶の水男子さんを最初、さ去年の3月、おもろばき屋敷と沖縄花月で2ヶ月いらっしゃった時に、お茶の水男子さんをゲストで呼んだんですよ。その時の結構視聴率というか、すごかったんですよ。それの時ぐらいですね、今。あ、え、並んでんの？めっちゃ見てますね。あ、そう、並んでる。これあの、番組、ユーストリームとツイキャス、まあ、ラジオも生放送なんですけれども、はい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 、まあ、このラジオ、FM 小座自体なんか、沖縄市民の7割が聞いてるラジオらしいんですよ。え、7割の方が聞いてくださる。そうな、全土で聞けるの？あ、沖縄の、まあ、電波が。沖縄市全体で聞けると。沖縄市ではもちろん全体聞けますが、電波走ってるところだったら、沖縄市以外でも聞いたりとかできるんですよ。あ、そう、はい。そんなに聞いてくれてはんねや。はい、じゃあ自己紹介分かってない人も多いですよね、だって。でも、だから改めて本当にもう、そうですよね。した方がというか。した方がいいよね。はい、どうも、田畑藤本さん。まあ、沖縄の方は、初めましての方、そうですね。いると思いますのでね。いや、多いよ、絶対。今日あるじゃないですか、もう内地からも、ユーストリームツイキャス配信。やってますので、なるほどね、いや完全にこれ内地から見てる人います。だって、そっか、閲覧数もありそこそこありますので、それは確実にいる数字なんや、はい、確実にいます。お茶団さん、沖縄の方にね、内地っていう言葉な、はい、やっぱ今も普通に聞いてるけど、はい、あの本土って意味やんか、はい、そう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 、そう、多分な、そこもやっぱり本土の人は内地ってどういう意味なんやろって多分なってんのよ今。なるほどね。内地がだから沖縄じゃない。そうなんです。九州より向こうの。そうなんです。みんな内地って言いますね。うんうん、ね、そう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 。で、こっち側のことはあれですよね。うちな。うちなって言いますね。これがね、めっちゃむずかった、これ。あ、東大生を申しても。ね、両方うちじゃない、これ漢字で書くとしたら。そうやね。はぁ、内地もうちやし、うちも。だからそう。うん、だから普通の会話で逆で使ってしまって、あ、ちゃうみたいな。確かに。あるんですよね。こっちサイドからしてみたらもう当たり前のことなんで。いや、沖縄はむずい。なりますね。漢字も、はい、中ぐすくって読んだり、近所って読んだり、はい、その、確かにね、気分で変えてるやん、沖縄の人は。いやいや、気分じゃないです。ほんま。いや、気分じゃないです。いや、むっちゃむずない。白グスクって、で、なんか、ルールおかしいねんな。頭っていう字もさ、なんか北の方ではなんて言うっけな、国取り
何だっけ、あ頭、中、国神、国神って言うけど、神って言うんや、神って言うたりとか、はい、むちゃくちゃむずいんすよ、ほんまに。なんか今日びっくりしたのはその、うん、カシスオレンジの、うん、あの中本くんが言ってた、うん、あの闘牛の話なんですけど、闘牛のあいつ面白いな、ね、あいつめっちゃ闘牛好きらしいんですけど、はい、闘牛の詳しい人は、うん、その、うん、角のことを、はい、角というようでは素人やと、はいはい、道具っていう、道具っていうらしいんですね、道具、角のこと、うんうん、でその強そうな、うん、その角道具を持ってる牛のことを、うん、なんて言うかっていうのが、うん、また言い方があるらしいんですけど、道具って言うらしいですよ。なんかもうイントネーションの違いで、もう中国語ぐらいかな。なんかね、うん、いや道具やんそれみたいな。いや違う。言い方とか違う、うん、それ。道具と道具でも意味が違うみたいな。本当なんですかね。私も中本なんでね。え？中本は違うじゃないですかね。違います。中本のやろ違うです。これで聞いてる人でね、道具、うん、詳しい人だったら逆に教えてほしいですけど。確かに確かに。なんかそのニューのイントネーションで意味変わるってね、むずいなと思いますよね。このラジオ聞いてはる人は結構その吉本は沖縄の若手の子らは知ってくれてる人が多いってことですかね。まあリスナーさん、そうですね。そうかそうか、はい、じゃあ FM コズのリスナーさん、なるほどなるほど、そうかそうか、それに今日はおそらく田畑藤本さんの、うん、東京のファンの方とかがツイッターとか見て聞いてくださったりとか、なるほど、ね、ツイキャス通してそうかそうか、ライチャーの方が、はい、だと思います。元気さー、だって人数とかどうってメンソレー行ったらなんか見たことない名前とかも結構いますからね、今見たらいつもな、あら、いつも毎度おなじみコータン、コータンもいますね、コータン、コータン、こんばんは。コータンはもうね、大丈夫、寝なくて、コータンまだ大丈夫か、大丈夫ですか、コータはすごいから ねよく来てくれてね、出待ちのコータ、うん、すごい、もうどの先輩の垣根も越えてこう喋ってくるから、そうですね、ピースの又吉さんとアイスクリーム食べる時も普通に声かけてくるから、なるほどね、そうそうそう、いやそうな、やっぱコータはすごいですよ、コータ優しかったですよ、うん、あの1ヶ月楽しいって聞いてくれて、うんうん、よかったねと、うん、その勉強と関係ない仕事で1ヶ月呼ばれてよかったねって心配をしてくれましたから失礼やで、すごいね、ありがたい、コータ失礼やで、ね、やばい、勉強じゃないのいいねっていう、あのツイキャスコメントメッセージもお待ちしております、うん、今日はあの、はい、田畑藤本さんへの質問もどんどん、うん、受け付けておりますので、ぜひぜひ、ぜひ皆さん一応自己紹介だけしといて、そうですね、ぜひよろしくお願いします、ね、今そうなんです、藤本の方がね、僕がですね、うん、あの実は東京大学を卒業して芸人になったんですね、はい、ぜひ学歴だけでも覚えて帰ってくださいね名前だけでもね、お願いしますお願いします、そういうね、そういうコンビでやってるんですよ、そうですそうです、お願いしますね、ありがとうございます、よろしくお願いします、どうもいっぱい、もうコメントが多すぎて、ね、うん、初めてですね、この一気にガーッとオープニングからいっぱい来たのが、ね、インフルエンザになったって言ってましたね、嬉しいですね、本当ですよ、ね、申し訳ないですよ、最後の年末最後のトゥナイト5も、うん、私、うん、昼に FM 小座でアジクーターラジオっていう別の番組、うんうん、アジクーターラジオ、はい、アジクーターラジオっていう番組も、うんうんうん、あの夕方の4時から6時まで2時間のやつ、うんうん、はい、アシスタントで出させてもらってるんですけど、うんうん、それの最後のアジクーターラジオも、うん、結局出れなくて、うわ、収められへんかったんや、本当にもう残念でした、そうやな、すいません、皆さんも気をつけてください、今流行ってるみたいなので ね、はい、そうだね、確かに、はい、あ、キーちゃん、うん、こんばんは、そして明けましておめでとうございます、 あ、はい、ありがとうございます、キーちゃんは神奈川県から聞いてますね、はい、あ、すごい、いつも見に、あ、聞いてくれてる、くれてる子で、あの無限大とかに結構足を運ぶ、子ですね、キーちゃん、あ、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、沖縄在住七七さん、こんばんは、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、いっちゃんさん、うん、おめでとうございます、うん、ありがとうございます、うん、はい、ほいほいほい、すごい、ミカさんもありがとうございます、ミカさんありがとうございます、結構来てますね、見たことない子も、ね、見たことない子いますか、あ、ぼ、うん、ぼんボン、ん？ボブミナ、ボブミナさん、うん、はい、沖縄市まで来てるんだということですね、なるほど、 ありがとうございます、はじ、うん、めましてですか ね、あ、あやぱすさん、あやぱすさんも確か県外の、あ、そう、方かな、すごいな、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、いっちゃんさん、もんちちさんも、うん、あ、今日もね、もんちちさんと、うん、あ、本当にみすずさん、ありがとうございます、ありがとうございます、見に来てくださって、どっちかが中入れてあげた方がええじゃんそうですねそんなもんもうマイクももう一個あるし、もあるし別に、ね、ありがとうございますもんちちさんとみすずさん、差し入れいただいたんですけどね、
まず3品茶ね、いただいたのとね。はいはい、で、似顔絵付きのやつをね、いただいたんですけど、そうなんです、うん、僕、うっすらここにひげ生えてるんですけど、はい、俺、ひげ生やしたことないんですよ。いや、ちょうどね、参考にした。あれと思って。参考にしたやつがひげ生えてたんでしょうね、きっとね。ほんま、ひげ濃いのって藤本の方や、まあ、まあまあ、普段ね。ねんけど。でも、たまたま剃ってない時の画像で。ほんまにたまたまですよ、これ多分。はい。こんな日あったっけな、すごい上手ですね。上手のもやってくれましたけど、僕、左頬にほくろあるんですけど。いや、お前、これあります？あ、これのことか。ほくろ。今ね、1ヶ月ぐらいね、これ、ニキビ、出来物あるんですけど。それちゃう。これを、ほくろに昇格させてくれたんですよね。ありがとうございます。これは、ね、嬉しい。ます光栄です。これは嬉しいですよ。いいですね、本当にね。で、うん、僕の方の着てる、この、かりゆしシャツさん、これ、あの、マジムンかりゆしじゃないですか。紫のね。確かに。お化け屋敷。すごい、ね、沖縄吉本おもろお化け屋敷で、うん、着てる衣装でちゃんとやってくれてますから。ね、ありがたいですね、これ、ね。見てくださって。ありがたいですよ。嬉しいです。ステッカー、そうですね。なぎささん、うん、はい、田畑藤本さゆみさん、こんばんは。なぎささん、ありがとうございます。初めてですね、私、なぎささん。なぎささん、嬉しい。山田さん、はい、こんばんは。今日、ライカムでお見かけしました。え、行きました、行きました、ライカム。行ってたんや。はい、あの、セブンバイセブンさんが行かれるということで、うんうん、ついて行かしてもらってですね、うんうん、セブンバイセブンさんが MC している、うん、音楽、ミュージシャンの人のライブをがっつり1時間見てきました、うん、マジで。その時に見かけたんですね、じゃあ。そう、上原達郎さんのね、曲を聴いて、もう感動してね。沖縄で有名な方なんですか？いや、まあこれからの、もうだからね、2011年まで、はい、サラリーマンからなんかやっててみたいな。2011年までぐらいまでやってはったみたいな。へー、はい、されてましたね。ああ、なるほど、なるほど。ほんで感動してるとこ多分きっと見られたんですよね。見られたんです。そうか、そうか。なるほどね。さくらさん、はい、明けましておめでとうございます、うん、田畑藤本さんに質問です。はい、はい、東京大学と立命館大学とでは何が違うんですか？うん、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。全く一緒ですよ。全然違いますよ。もう全然違います。違うだけ。人と人でないぐらい違います。いやいやいや、そういうこと。学生の質は立命館の方がいいって言われてますね。言われてるんですか？いや、はい、聞いたことないです、それは。はいはい、それは。で、立命館も有名ですよね。立命館もそこそこ有名。最近なんか、テレビでよく立命館なんか、え、なんだ、スポーツの、なんか有名じゃん、まあまあ、なんですか、スポーツ。いや、スポーツなんかほぼ強いよ。野球もラグビーも、うん、アメフト。アメフトが一番まあ有名なんか、テレビでやってましたね、ずっと。立命館、なんかもう、この、田畑さんのことを、うん、もう、出会って、立命館っていうのがもう、インプットされてるんで、うん、テレビつけてても、立命館って反応してしまうんですよ。立命館。あ、なるほどね。田畑さんのところや、みたいな。そう、そうそう、立命館だと思って。そうよ。東大では反応してくれないですか？いや、東大まだテレビで、まあ。テレビで見てない。まだちょっと。いや、東大はもっと有名だし、いっぱいだから、ね。東大といえば藤本さんじゃないですか、やっぱり。いやいやいや、そんなことないと思うよ。東大は正直、ね。いっぱいいる。草野仁さんにまだ勝ってない。そうそうそう、東大ですか、ね。勝ってないですか？確かに確かに。東大はまだ私、おでん屋の方が強いですね。おでん屋のね、東大っていうね。あるらしいね。しま、しまってたんですよ、ちょっと。ね、ぜひ。立命館大学。そうだそうだそうだ、いっちゃんさん。立命館大学、駅伝だ、駅伝。強いね、駅伝。駅伝の、ば、だってテレビで見て、駅伝だ、うん、駅伝やってて、立命館、強い。行ってました、そうや。そう、立命館強いね。駅伝もな。あ、すっきり、ありがとうございます。立命館富士も強いですよね、高校からずっと。わかるかな、千葉雅子さんっていう選手が出てるね。声高い。1万メートルどう取らはったね。そうそうそう。世界陸上で。そうそうそう。めちゃめちゃ強いですね。そっちの出身でいるんですね。そうそうそう。うん、ずっと走ってるから。ずっと。朝起きて、学校行って走ってるか、ね、うん、帰るとき走ってるからまだ。うん、ずっと走ってね。ね、でも、俺の感覚やで、ね。多分休んでんねんけど、ね、俺はもう、ずっと走ってるから。まあね、みんな。で、帰って次の日朝行ったらまだ走ってるから。多分走ってるだけやねん、4年間。すげえ。ぐらい走ってる。それこそテレビでも取り上げられるぐらいのね、はいはい、立命館宇治とかもそうなんですけど、不思議なことあって、はい、その長距離の部のね、はい、顧問の先生、はい、太ってるんですよ。そうそうそう。これずるくないですか、これ。いや、ずるくは、ね。生徒はあんな走ってんのに、いや、それはない。先生めちゃめちゃ太ってる。太ってるんですか、それとも。もとも、いや、わかる。俺が入学した時はもうめっちゃ太ってて。で、この先生は何ができるんですか。いや、何にもできん。だから、階段も1階から3階も、うん、結構行き、な切らすし。切らしながら。でも、5000メートルとか走ってる練習してる生徒には、うんうんうん、お前、2、3000メートルでそんな息切らしてたら5000走れないぞって切れてるし。ずるいんですよね。その日3階まで登ってもう1回出したから。
まあ、荻野先生って言うんですけど。荻野先生。まあまあ懐かしいですね。好きやから言えるんですけどね、荻野先生のことが。ね、はい、まあまあそうそう、そんな名物先生もいますよ。いや、はい、質問が来てます。あ、マシチさんからですね、はい。すみません、その前にですね、本当 に、確かにメールとかもお待ちしておりますので、メールアドレス、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp、メールもお待ちしております。お願いします。一旦 CM 行きます。はい。トナイトファイブ。ブラブラフードコート。なのね。はい、トナイトファイブ田畑藤本さんをお迎えしてお送りしております。はい、お願いします。いや、質問行きましょう、どんどん。行きましょう。はい。どこだったかな、さっき。沖縄で喋れることないですから。嬉しいです。最初に覚えた方言、うん、あ、なんかね、うん、方言、あ、沖縄に来て、覚えたうちな愚痴で、好きな言葉はありますか、うん、好きな愚痴で、好きな。何聞いたっけな。俺を、何うちな愚痴。うちな愚痴。方言ですね、沖縄の。うん。あー。メンソーレハイサイ、もともとね、知ってたぐらいの。はい、そうやな。急に言われても出てこないですよね。うん、ない、だから。何やろ。まあ別に好きじゃなくても覚えた言葉とかでも全然、まあだから、なんか死にっていうのが、ああ腸ってことですね、腸っていう意味らしいで、はい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 、ベリーね、ベリーに対するのが死にと、死に、デージ死に薄まさですね、うわー死に薄まさ、ね、そうよね、デージ薄、デージ、まあその上がデージで死に、死にが上、私の中での基準ですけど、まあ、多分人それぞれ、なるほどね。あると思うんですけど、私の中では、うん、デージ、死に、薄まさです。薄まさっていう。薄まさは何？あ、もう全部それも同じ。薄まさの時さ、気分薄まさの時さ、薄まさって言うんしんどくない？いや。4文字、薄まさの気分楽しいですってこと？いや、薄まさやばいな、みたいな感じです。って言うの、ああ、そうな。はい、薄まさ。うわ、まあ、びっくりしたのは、その、お店の人が、何々しておきますね、何しましょうかみたいなのを、しましょうね。しましょうねっていう、なんか、はい、なんか語尾違うよね。あ、一緒に、確かに。レッツみたいな意味がある。あ、それ、私、ね、友達が徳島の大学行った時に、うん、飲み会とかで、うん、ちょっとトイレ行ってこうねって言ったら、うん、みんながついてきたっていう。ああ、行く行く行く。え、一緒に誘ってんのって感じになるもんな。で、ついてこられて、え、うん、いやいや、トイレとか行ってこうねって、うん、だから、いや、誘ってるもん、それだって。いやいや、一人で行くからみたいな。そこでなんか文化の、確かに、それは言ってまうな。それ言ってま
言われたらね、言われたら中継ってまあ関係ないけど、そんなこと言ったら、うん、ほらすぐこの間も言ったけど、あの金タコってキングタコス、うん、あれあの銀タコのすごい場合だと思ったんですよ。確かに確かに、たこ焼きの銀タコの金タコってすごい場合とか、銅と金があるのか、そうそうそう、銅タコ銀タコ金タコみたいな、そしたらタコスの話やってて、あ、全然違う、全然違う。あれ面白かったですけど、あの、うん、びっくりした時に、なんか、うん、魂が抜けるみたいなことがありました。マブヤ、マブヤ。マブヤ。マブヤ。マブヤを誰か、マブシやと思ってるやついたよな。チャンダイさんや。あ、チャンダイさんか、先輩か。ハブヤ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 。ハブのことをマブヤって言うんじゃないのっていう。いや、全然違いますね。魂です。マブヤ落としたって言うよね。びっくりした。拾うんですか、それを。マブヤマブヤ。やるねやるねやるねやそうそうそう。そうはね。びっくりして。それはね。はってびっくりして。もうぼーっとするんですよ。もう拾わないと。やばマブマブヤマブヤ打ってくよマブヤマブヤ打ってくよ。いやそんな驚くし。面白かったな。あるな。いちなぐちだけじゃなくて文化的にもね。はい。うんうんうん、違いますもんね。ありますね。全然違いますよね。他に何かあります？何やろこっちの言葉で。デイジそうですね。死に。そうやな。方言ってもうそんなにみんな使うかな。ああ。いや、いろんな。鉛ぐらいじゃないですか。鉛が違うぐらいですよね。いろんなそのマジムンもそうやったし。マジムンっていうのが私たち気になってました、ずっと。マジムンって言うわ。で、チャタンって言うしね。はい。チャタン、ね。それが、チャタンらしいやん。あの、お化けの時に、一回藤本さんがガイドをやってて、うんうん、いや、皆さんもご存知ですよね。おもろお化け屋敷っていうのが、うんうん、はい、あの、那覇のね、国際通りの中心、うんうん、ハピナハの中に、3階にあるんですけれども、うん、そのお化け屋敷が、うん、ガイドマジムンって言って、あの、うん、案内する芸人が一人いて、うん、お客さんを、うん、その、6階、5階、4階って案内していく、うん、いるんですけど、その時に、お客さんを案内する時にね、うん、言うセリフ、なんとかマジムンだとか言ったりする時に、うんうんうん、藤本さんが、うんうん、我々マジムンがって言った時に、ちょっとあれマジムン確かにっていう違和感がちょっと一瞬ありました。そんな言語を間違って使ってたってこと言語は合ってます。あの、イントネーションがちょっと。イントネーションは全然違う。ナイチャーのイントネーションだなっていう。丁重にお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。いやでも、いっちゃんさんもね、田畑藤本さんのマジムンの言い方可愛くて好きですって言ってますね。マジムン、はい、マジムンって言っちゃうからね。マジムンやし、ね。マジムンね。うん、もうこれはでも今多分マジムンって言ってる気がします。はい、いつの間にかね。いつの間にか言ってた。そうなんですよ。って、あとなんか、こっち来る前にね、あの、先に来てた大宅っていうコンビが、これを頭で言ったら絶対ウケるよっていう風に教えてくれた内縄口が、あのモアイをひんぎって季節に行くっていうのを教えてもらいました、ね、大沢さん漫才で入れてましたね、うん、あ入れてましたモアイのなんか営業の、うん、営業で行った先とかでも、うん、なんか、うん、モアイひんぎひんぎるとかひんぎるで、はい、季節行く季節行くって言って、ね、もしそこで滑ったら、うん、なんか袖にいる後輩とかにお前受けるって言っただろうみたいなそれめっちゃ面白かったですけどいやでも含めてね、はい、大宅がめちゃくちゃ怖かったって話はやめてくださいみんなな、ね、やめてくださいそれはもうそうはねだから全後輩芸人が言ってましたいやいやいやそんなことない沖縄芸人とそんなことないよみんな大宅聞いてるかそんなことないよやかしくしいや大宅な楽しく沖縄の話そんなことない大宅ってどうやったんって言ったらみんな顔下向きそんなことないですか顔下向きながらいい方ですっていうやつや絶対やっちゃうやん他の話しませんかいやねただね大宅さんラジオに呼べなかったのは残念でしたねああそうまあ、ね、東京でもねあの悪魔の双子って言われてるぐらいやっぱそこの悪さでしょうん、うん、やっぱり沖縄にやっぱね行ってくれたっていう帰ってくんなみたいなとこあったからなありましたねライブも置かれてましたからねいや大変やったと思うんですけどコータが言ってますね大宅さん見てるってね見てるコンボタもだからコータすごいですよ僕最初、はい、初日にコータに会いましたけど、うん、あのコータの出会い方が、はい、僕も僕らも大宅からそのコータっていう子がいるっていう話聞いて、はいはいはい、いい子がいると有名人も有名人みたいな、うん、コータも知ってたんかなそれを最初の出会いが、うん、もうパッと分かってあ多分これがコータやな、うん、コータや特徴もあります特徴も多分こいつコータやと思ったら、うん、もう案の定向こうもどうも僕がコータですこいつも知られてる前提で何をご存知
ご存知コータです。ご存知コータみたいな感じ来たからね、コータは。だからね、やっぱね、コータは線引きをしっかりしてるというか、そうなんですよ。ね、3階で、舞台出てね、いや、藤本さんって声かけてくれて、エスカレーター一緒に降りて、喋りながら降りて、ハピナハ出るときに、じゃあ僕はここまでだから、じゃあねって言って、そうそうそう。止まってくれるんですよ。そうなんですよ。ハピナハでね、ハピナハ出れへん精霊みたいな感じの動きしてくれましたから。ちゃんとそこはしっかりしてるんですよ。そうそう。邪魔しないんですよ。そうね、コータはそう。わきまえてるんですよ、ね、それが素晴らしい、しいコータは。ギリギリのとこまで来て。そうやな。お仕事頑張って、そう。じゃあまた明日っていうね。あいつありがたいですね。コータよかったね。多分今だいぶコータ喜んでると思いますよ。ほんまに、ありがとう。コータのカウントダウンライブのニョッキよかったよ。いや、すごいよかったよ。誰も。ね。コータにこう伝えよう。コータにだけな。ね。すごく面白かった。はい。あ、萌えぴちゃん、はい、お、萌えぴちゃんだ、ありがとうございます、藤本さんのマジムンとカチャーシーのイントネーションずっと気になってます。まだ直ってないってことか、カチャーシー、俺は大丈夫なんや。え、ちょっと待って、ちょっと待って、カチャーシー、カチャーシー、これがアウトか。カチャーシーがアウトですね。ですか。カチャーシーですね。が正解。カチャーシーですね。今カチャーシーって言ってくれたから最初言えたけど、はい、多分カチャーシーって言いますね。確かに、カチャーシーって言うな。そうや、うん、あの、その、マチャーキーの話、マチャーキー。マチャーキーのイントネーションやから。カチャーシー。マチャーキーさんのイントネーション。カチャーシーや。マチャーキーや。マチャーキーの感じで言ってますからね。あかんよ、お前。マジムンたちがカチャーシーを踊っておりますって言ったら、マジムン、マジムンたちがカチャーシーを踊っておりますって言ったら両方アウトで、はい、そうです。マジムンたちがカチャーシーを踊っております。そうですね。そう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 。マジムンたち、ああ、ちょっと、今日、これはちょっと、ラスト1週間。いや、そうやな。ちょっと、これまでミスってた自分が許せないですね、これ。カチャーシー。いや、ほんまカチャーシーです、カチャーシー。なるほど。気をつけてご、ありがとうございます。気をつけます、ありがとうございます、ご指摘。この方も私初めてかな、ともこさん、ありがとうございます、はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。田畑藤本さん大好きで、うん、東京から拝見しています、うん、ありがとうございます、田畑藤本さんに質問です、はい、沖縄滞在1ヶ月で気に入った料理は何ですか。いやー、料理もうめっちゃあるな。確かにいろいろありましたね。なんやろな、うん、めっちゃありますよ。僕はだからまずポーク卵、うん、これみんなね、吉本の芸人は好きなポーク卵と握りが、はいはい、あれ美味しいですね。ねえ、うん、あるんですけど、うん、もう毎日頼んでて、はい、で、三が日は、早いんですよ、営業時間終わるのが。あ、このポーク卵屋さんが。そうそう。専門店ですもんね。そう。はい、だから俺、こっそり一人で行って、はい、店まで行って、はい、で、もう、閉まってて、はい、肩落として帰ってくるみたいな日が何日か続きましたよ、本当に。食べれへんかった。食べれへんかった。すごい、でも有名、のかいな、そういう有名なの、わかる？ポーク卵。おにぎり。あのね、本店が、あの、スマステ、スマステーションかなんかでも紹介されてたのに。あ、そうなんや。はい。はい、いや、美味しいもんな。すごい美味しいですよ。僕はあのね、ジューシー、ね。あ、ジューシー。ジューシーおにぎりっていうのがね、はいはい、あのファミリーマートで売ってるんですけどね。はい。それがすごい。ジューシーおにぎり。何回も食べてます。あ、そうファミリーマートの。ファミリーマート、あ、でも沖縄限定ですからね。ね、向こうの沖縄デリみたいなのがありますよね。はいはい、あります、うん、あります。あれ結構食べてますね。この間、昨日、大島の方に天ぷら僕食いに行きましたよ。あ、大島。大島ですね。大島。はい。天ぷら食い、天ぷら有名やんか。有名です。大島の天ぷら有名です、ね。60円なんですよ。はい。有名です。安すぎる。60円やん。でな、天ぷら写真には載ってるけど、わからへんと思うな、もんかサイズ。確かに見てみよう。60円やから、はい、まあ、ちっちゃいやろと思うやん。はい。で、チャンダイさんと、10個か11個ぐらい、はい、1個ずつ頼んで。だから小さいと思うやん、60円。そうじゃん。頼んで、チャンダイさんとここで食っていきましょう。はい、これでも900円だよとか、なんか2000円とか、いっぱい買っても言ってて、そしたらもう、こんなこんもりもう、天ぷらのもう、丼みたいなんだって。そう。一個どんぐらいやったの？死にでかい。死にでかいです。マジ死にでかい。死にでかい。薄まさでかい。薄まさでかい。薄まさ。もうマジで、天ぷらがもう薄まさでかい。死になのよ。ここは薄まさ。死に薄まさでいいぐらい。そうそう。死に死には大丈夫。でも死に薄まさです。死に薄まさでもいいの。ベリー死にまさですよ。もう死に薄まさ。ベリーもつけていいの。ベリー死にまさ。薄まさも、もうガチャンしましょう、死にと。いや、死にまさ。俺が東大やから理解できてるだけちゃうこれ。理解力で。めっちゃでかい。みんな分かってる。え、いやいや、大丈夫です。大丈夫です。で、そう。だから、でも、なあ、食わなあかんやん。美味しいねって。いや、食わなあかんやん。食わなあかんやん。いや、でも、食わなあかん
かんねん。白身やんて食べたら、まあ、ぶっちゃけちょっとあんだぎ、なんか、あれですよね。油、油。せやねん。美味しいね。卵美味しい。なるほど。めっちゃ美味しいねんけど。揚げ物やからね。さすがに11個。いや、でも、まずいとは言えへんや。それまずくはない。うわ、もう美味しいやから。はいはいはい。でも、こう、もうしんどいですもん。言えへんや。うん。お互い。せっかくの休み、天ぷら食って。なるほど。美味しい。嫌なこと言いたくない。だから、お互い11個ぐらい、もう、なんとか美味しいねって言いながら、ウーロン茶終わった後、もう一気にゴクゴク、二人とも、ゴクゴクって飲んで、あ、めちゃくちゃしんどかったよなって、二人ともって。そうそう。分かり合ったんや。あれは言うといてほしい、大きさは。沖縄料理はね、基本的にもう量多いの。めっちゃ多いですね。そうですね。そう。多くて安いお店が多いです。うん。最初だから、若手芸人に優しいよ。ポーク卵おにぎりを最初分からんから2個頼んだ時も結構多かったですもんね。もう1個で結構ボリュームありますね。ありがとうございます。その1個にアーサー汁もセットついてくるから。そう、あります、あります。もう途中からのアーサー汁のありがたみ。ね。もう、オアシスよね。オアシス、それは。オアシス。なあ。うん。奥さんも最初はね、すごいいいんですけど。最初は途中から砂漠歩いてるみたいな。まだ、砂漠歩いた時もさ、まだ全然進んでへん感じだから。そう。全くあれ？なあ。俺さっき一口食べたよな。そう。え、減ってなくないみたいな。僕卵みたいなな。俺最後、おにぎり残ってる時に朝汁飲もうとしたら、もう空で、俺新キロ見てたんやと思いました。あ、見えて、あ、なかったよ、もう。見えへん、朝汁は。そやで。これなかったよ、と思って。頑張って食べたら。そこだけね、ちょっと注意して頼まないと。注意はね、した方がいい。金タコも多いな。あ、金タコも多い。金タコも多いです。金タコも。安いしね。安いし。300円ぐらいで腹いっぱい食えますよね。すごい。ありました、ありました。若手芸人にほんまに。本当ですよ。うん。すごい。ここでね、メールも来てますので紹介します。来てるんですね。コーターですね、これは。あ、コーター。コーター、ありがとう。あ、明けましておめで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。SKE48、松村香織吉コーターです。あ、そうなんや。質問です。それぞれ今年の目標は何ですか？そして、PS、田畑藤本さんが仲いい同期や先輩、後輩は誰ですか？なるほど。とのことですね。まず今年の目標ですね。今年の目標は。2016年の。あれですよね。コンビで立てましたけども。魔人ムンの、1ヶ月ランキングナンバーワンになって、3階のでっかいところに僕らのポスター飾られるっていうのが目標です。ありますね。いやいや、もう一個、僕がね、個人的に思って、てんのは、驚かし方の工夫で、なんか自分の名前をつけた驚かし方を見つける。なるほどね。オリジナリティ。藤本っていう、ね。そうそう。森末みたいな。最初の技みたいな。藤本。ね。うん、で、僕一回びっくりしたんがね、新橋さんやったじゃないですか。ああ、お茶飲みさん。2時間やった時に、ちょっと入れ替わりやったんで、一回見たんです。そしたらね、これあんま中身言わない方がいいっすよね。いや。大丈夫ですか、あのね。はい。物産展のとこなんですよ。で、あのね、試着室の方で、一回やった後に、こう、向こう行ってくださいって言った後に、その、袖ふっと入って、ダッシュして、4メートル先まで、裏側猛ダッシュで、すぐ出たら、めっちゃびっくりさせてたんですよ。なるほど。これを僕、こんな驚かし方があったんだと。あれはジャスタウェイ。あれジャスタウェイでしたね。あれジャスタウェイ。それ見た時に、やっぱちょっとサボってたなと。なるほどね。そこ考えたら分かるやないかと、その距離で脅かせるっていう。なるほどね。そういうのなんか見つけていきたいなと。僕でも自慢していいですか？はい。今日僕、おばあやったんですけど、はい。3人泣かしました。え？私、その1人ぐらい見ましたね。泣いてる。泣いてる子見ました。俺3人泣かした。え、そこまで泣いてなかった子が、田畑の持ち場のところで、泣いたの。泣いたの。これはすごい。もうほんまにこれすいません、皆さん。拍手して。で、その、田畑さんの持ち場の次の持ち場がちょうど私だったんですよ。そうそうそう。それで、私のところはそこまで怖がらすポジションではないので、わーって来て、なんか、すでに私のところに来た時には、もう嫌だ、もう、はぁ、みたいな感じで、大丈夫だよーとか言って、なんか、わー、私は大丈夫だよーみたいな感じで、なんか、ちょっと気持ちを整理させてたんですよ。いや、ほんまそう。ごめんな、親ちゃん。いや、全然。謎の仕掛けたから。驚か、殺しかけたから。ありますからね。ショックは。危ないです、危ないです。負担かかりますから。いや、マジでね、ほんとすごかったです。あれは、まだ、せやな。入り口で、泣かすことありますけどね。まあね。ありますね。入り口でびっくりする。いますね。入り口でびっくりするっていうね。おばあが楽しくなってきてね。
あの、おばあ声出せないでしょ、はい、おばあ声出したら、はい、そういう部署がね、はい、逆にこのね、はい、このね、カセがね、こう楽しくなっていく、どういうふうに驚かすかみたいな、お客さんに向かってね、追いかけずにね、全然違う方向向かってね、走り出すとね、意外にびっくりする、うん、そっからの角度変える、こいつマジやばいみたいな、こいつやばいこいつマジこの世のもんじゃないと確かに妖怪まっすぐ進むみたいな話ありますよね、石岩とね、そう避けるんですよね、そうそうそう、まっすぐ進むことで妖怪マジ、そうそうなんです、マジムン感が出ると、マジムン感出してますから僕は、なるほどね、でまだ田端氏元さんはまだいるので、ぜひ皆さん、はい、まだ来てないよっていう方、お化け屋敷ぜひ遊びに来てください。いや本当そうですよ、10日ぐらいまで入るかもしれないです、ね、まだ分かんないですけど、はい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 、はい、のでね、ぜひ皆さん遊びに来てください、ぜひぜひお待ちしてますよ、びっくりなんですよ、今日なんかめっちゃメールが多くて、もうちょっと時間がね、もう30分超えてるんで、サクサクちょっと読みたいと思います、はいはいはい、初めてですこんなにメールが来たの、あそう、ちょっとどんどんね、紹介したいと思います。いっちゃんさん、はい、あゆみさん、田端藤本さん、こんばんは。はい、こんばんは。田端藤本さんに質問です、はい。沖縄に来て一番インパクトがあったご飯は何ですか？インパクトがあった。インパクトか。うん、そうですね。美味しかったご飯もさっき言ったやつですね、うん、で。ラジオ頑張ってください。インパクトが。インパクトな、何やろ。うわ、なんやろな。ザルモズクとかじゃないですか。ああ、まあまあ、正味ザルモズクはうまいな。食べてないか。ザルモズクはマジでうまい。あ、でも、そうですね、金太子とかも量が、量、まず量が、量が。そうやね。インパクトで言ったらやっぱ金太子のあの300円のハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガー食べてたな。うん。ハンバーガー。はいはい、ありました。ハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガー。ビニール袋に入れられて。そう。あったあったハンバーガー。ジャンボ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 バーガー。タコスと、あ、金太子の、そうそうそう。金太子のハンバーガーですか、そう。本店みたいなとこ行ったんだよ。はい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 。普天間、普天間ですかね。かな。かな。金、金、金町。金町。金町。はい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 。で、うん。チキンのチャーハンみたいなのと、うん、タコスとタコライスとバーガーがあったから、うん、バーガーも頼んだんですけど、うん、あれもでかかったですね、なんかあれはインパクトありましたね、でかさで一番驚いたのはあれな気しますけどね、僕は、うわでもなんやろな、驚いたか、でもそうやな、ごめん、でもこの話に面白い話ないかちょっと変えろ、次行きますね、うん、まあ、もうどんどん来てるのでね、あ、はい、元安岡中さん、はい、田端藤本さんに質問です、うん、沖縄の芸人さんの印象はどうですか？仲のいい芸人は誰か、うん、で芸人さんは誰かいますか？ああ、なるほどね。何やろうな、うん。沖縄の芸人さんやっぱ面白いわ、やっぱり。なんかね、うん、ふわ、なんか、穏やかな感じというか、まあ、県民性やと思いますけど、いやね、しっかり、詰め切れてない感じがありますよね。沖縄の芸人はね、あの、嘘つくんすよ。嘘だよ。え、何嘘めっちゃつくね。悪く言うとね。悪く言うたやで。俺ら一回一日休みで、アリンクリンの日帰り歌と、北の方までね、案内してあげるってことでドライブ行ったんですけど。ね、いろいろ僕のね、いいルートありますから。あいつ嘘ばっかつきようなんですよ。すごいっすよ。最初に、それ、チラ海行きたいからって言って、チラ海まで何分ぐらいやったら、ね、北部行くならね、40分ぐらいですって言うんですよ。うん、高速乗って、40分ぐらいですって言って、はい、で、高速入った時ぐらいにね、あ、40分が結構早いなって。思ったよりね、早いですね。で、15分ぐらいしてね、うん、お、どれぐらいや、あともうどれぐらいかなって言ったら、うん、まあ、だいたい40分ぐらいですねって言うん、40分っつって。さっきも40分言ってなかった？で、高速降りて、はい、もうじゃあ結構進んだと思って、はい、リュウタあと何分ぐらいやったら、うん、あと40分ぐらいですねって。え？今まで乗ってきた高速俺ら何やったの？ 40 分全然進めへんや。ちょっと待ってや、みたいな。そう。なあ。そうそうそう。チラウミを9時半までやってるとか言うから、のんびり行ってたら、うん、6時ぐらいにチラウミ着いたら、うん、警備員がみんな車に集まってきて、俺ら。来たな、警備員。そんなんですか？そう、みんな集まってきて、6時半までだけど本当に行くの？みたいなで、全員に言われて。残り、正気かいあんたらみたいな感じで、警備員飛び出してきて。で、行きますっつって、で、入り口も閉まってたから、もうなんか従業員がいるちっちゃい小部屋みたいなところ入って。従業員もよそ向いてて、入るのかいみたいな感じで。そうそう。お金はどうなるんですか？もちろん払ったよ。もちろん払った。なんかね、4時から料金で、6時から入ったんです。そう。で、ジンベエザメのところまでもう、はい、猛ダッシュで行って。とにかくジンベエザメ見なあかんから、はいはい、ね。そう。ノンストップそこまで。あいつむっちゃ嘘つきよんねんな。あいつ、沖縄のやつっていうか、あいつですね。あいつ、そう。いや、でもあかん。なんかね、イレイも、イレイも嘘つきよる。あーもう。あいつに、クラブ連れてってっつったら、いいとこありますよっつって、優しい子や。エピカっていうのが一番有名な、まあまあ、近いからね。吉本も営業があったりして、お世話になってるところ。で、アングラっていうクラブもあると。はい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 、で、アングラで、他にもね、なんかあったんですけど、はい、
そこ行きましょうっつったら、やっぱ誰もフロアにいひん。みたいな。おすすめのクラブやろ。おすすめのクラブ。二人で、二人で踊って、なんか知らんスモークみたいな従業員が気使って炊いてくる。恥ずかしい。竹、竹、竹。二人で。隠せ。これ何の時間やねん。フロアを隠せと。そうや、見えへんようにしよう。見えへんようにしよう。スモーク。で、桜みたいに従業員が後ろで4人ぐらいで踊ってくれてるの、一応。錆びれてないですよ、みたいな。いれい、でもあれですよね、おすすめの、はい、何ですか、マホロバ。マホロバって。美味しいご飯、ね、キャラバンやってるいれいが、ね、はい、僕が休憩になって、ご飯屋さん美味しいとかある、うん、あ、ありますよ。あ、いやマホロバ、マホロバっていうね、つけ麺ありますよ。あれおすすめですよ。似てる。めっちゃ似てる。え、そんな美味しいの、うんうん、僕は行ったことないんですけどね、とか言い出して。お前行ったことないの、マジで。それ勧める、あいつもなかなか。食べログで点数高いんですよ。ない食べログを自信持って進めてくる。いや、あいつ最近の趣味は食べログ見ることですからね。あ、そうな。あ、そう。最近の趣味って言ってますね。大島行った時、あいつ大島好きやねんて。うん、で、天ぷらも、ね、天ぷらも行ったし、ね、よかったわ、ね、姫ゆりの塔も行ってんとか、言わんでいいこと言うよね。その後に、その2つしか行ってなくてさ、うん、で帰ってきてもよかったわってジャンダイさん言ったらさ、うん、言わんでもいいね、うん。あー、まだまだいっぱいありましたね、って言うね。俺らもう満足してんのに、うん、いや、イレオよかったね、いや、僕だったらもっといいとこ知ってますから、うん、ほんと残念っすわ、って言う。うわ、似てる。言わんでーなー。もうイレ言わんでええよ。それあるから後悔になる。後悔に変わってまうね、なんか。それでよかったですね、とか言ったらね。そう、それでよかったね。思い出作れましたね、とか言ったら。あいつ天然で言ってまいよね、あれ。マジで。って言うねん、そんなこと。楽しかったよ、今まで。うん、とかはあるしね。それ中本なんか闘牛、ほんまに面白いしね。確かに面白いですね。大家ちゃんも、だって俺、いやドライブ行った大家ちゃんと。行きました、今日。あ、今日行ったか、はい。ドライブしてもらいました。あ、そうか、そうか。はい、なるほどね。大家ちゃん、僕、ドライブ行ってもらって。ね、で、ね、もう、大家ちゃんが、もう乗ったら、タ、う、マ、ん、さん、もう私のもうおすすめスポット、決まってますね、つって、行きましょう、つって。あ、そうだ、ありがとう、つって。で、まずバーって回ったら、まずここが有名な風俗ですって、おちゃん一発目風俗街つかみ、ここ有名なんす、有名なんす、有名す、ね、まあ、とりあえずね、一応やっぱ、そうそう、はい、で次行きますよ、文化、はい、そうです、次行きますよって言って行ったら、ここ有名なラブホガイス、おやちゃん、はい、そうです、そうです、県内2個あるんす、ラブホガイスって、そうです、こことね、で、おやちゃんの、うん、鉄板の怖い話聞かされて、そうです、鉄板のね、いや、マジ怖かったんけど、はい、マジああやって怖い話です、はい、あります、あります、ほんでその後に浜比嘉島っていう、そっちの池島の方とか行って、はい、でそこで泊まって、うん、2人で中島みゆき聞くっていう、そうです、そうです、 YouTube 見るっていう、いや、よかったですね、うん、よかった、あれでちょっと星が見えなかったのが残念ですね、まあ確かに天気悪かった、沖縄の天気がちょっと、確かに、確かに、なるほどね、でこの間も親ちゃんとほら茶壇行ったやんか、行った行った、あの時のさ、ね、観覧車乗ったんですけど、親ちゃんやっぱちょっとその沖縄の思いが強いんかな、うん、沖縄の思いが親ちゃん郷土愛なんですけど、あのね、地元愛、すごいね、いい子ですよ、親ちゃん。で、観覧車で、うん、こう夜景こう見てて綺麗やなーっつって、で、ヒルトンのホテルがあって、あの立派な、立派なホテルがあって、これ綺麗やな、これすごいやんかって言ってた、綺麗なーって言ったら、親ちゃんが、ここ前、海だったんですよね、つって。綺麗な海だったのに、とか言って。埋め立てられちゃったんですよね。観覧車から海見えたんですよ。私が前乗った時は、はい。こうやってどんどん海がなくなっていくんですよ。内地からどんどん。沖縄の教会が強すぎて、まあ、ゆきがね、考えさせられるというか。そうそうそう。ね。それはもう、うかうかしらあかんなという気持ちには。個性があります、沖縄芸人は。本当にもう、たまたま地元さんはね、すごく頭がいいのでね、あれなんですよ。基地問題とか、最近辺野古行かれましたよね。そのこととかもあったんで、やっぱ基地を見せたいっていうのと、基地イコールなんか埋め立てとか問題になってるじゃん、呪文だったりとか。確かに確かに確かに。そういうのもあったんで、行ったんですよ、私、コロポロっと。あ、怖い。そうか、そうなんですね。そうですよ。あ、ほんま？つい本音が漏れてたわけじゃないの。そういう、そうです、そうです。あ、そうなんや。やっぱアテンダントとしてのそのね。やっぱもうそういうね。なんや。なんかな、でも、カデナとかも、普天間の記事とかも見させてもらってんけど、うん、その時の、基地の言い方が、うん、ここが基地ですっていう、なんかその、ちょっとこう、
気持ちが、なるほどねっていう、その、なるほど、ね、ここが基地なんですよ。そう、やっぱ、竜太とはやっぱ違いますよね。竜太とは全然違う。竜太はね、あの、一回ね、道の駅みたいなとこで、嘉手納基地が見えるみたいなとこを連れてこられたときに、あの、望遠鏡あったんですよ。うん、これで、あの、基地の中が見れますって時に、はい、あの、100円入れて見るやつ、うん。俺が100円入れて見てて、ね。田畑が100円入れて見て、うん、で、僕横にいたんですけど、うん、田畑が、うわ、見た、はい、次じゃあ見て、ええですから、うん、俺を差し置いて竜太見てましたね。どうすかこうなってるんだ。やば。やば。しかも見たことない飛行機がすごいっつって、リュウタ時計ですよ。俺みたいにガシャって真っ暗になって、お前のせいで100円もなくなって、俺見れへんかったやんけ。やば。あいつはね、別にそんなに思ってない。だからこれガイドしてもらう人個性が出るか楽しい。確かに楽しいです。いろんな種類がありますね。いろんな種類がある。俺ほとんど見てないです。そうね。ガシャってなって見てない。え、うん、金のやつかこれ。いやなんかすいませんもん。いやいやいや、個性が楽しいんだよ。面白かった、ね、面白い面白い、はい、ね、うん、ありがとうございます。沖縄芸人は金とよく行きますとかね、行くね、はい、言ってますね、行きます、うん、あ、ヤギの睾丸の刺身は食べましたか。あれ藤本ヤギ行ってなかった、行ったけど睾丸の刺身食べてないな。すごい、ヤギ刺しは普通にね美味しかった、癖なくて出てこなかったんですか。睾丸、睾丸出てこなかった。あ、有名な、出てくるもんな。ありますあります。あ、全然それ食べてないです。ヤギ刺し、ヤギ汁は食べましたけどね。チーリチャー。ヤギ炒め、ヤギ炒めみたいな。あ、食べました。チです。ヤギのチでいった。あ、なるほどね。はい、あ、わ、食べた食べた。うん、あれどうでしたか。食べました。大丈夫でした。これ結構好き嫌い分かれるんですよ。あ、そうなの。私も子供の時にヤギ汁一回飲んで、うん、多分この癖があるヤギ汁だったんで、うん、もうそれからもう一切。あ、そう。あ、もうわかんねえ。沖縄の人もダメで、はい、もう。ダメな人いない。で、最近ですよ。うん、本当に、ハピナハできて、うん、な、3ヶ月前ぐらいかな。うん、ちょうど、うん、森尾ハザードさん。ああ、12期生のゾンビのネタやる人。そうです。森尾ハザードさんが、来られた時に、一緒にヤギ料理をちょっと挑戦しようということで、うん、森尾ハザードさんと、うん、馬と魚、大阪の同期なんですけど、ね、馬と魚、はい、うん、3人でヤギ料理じゃ行こうか。馬ちゃんがちょうど、うん、もうラストで明日大阪帰るっていう時に、うん、前の日に、うん、最後なんで、じゃあ、食べてないヤギ行こうかって言って、結構有名というか、おすすめって私聞いてたんで、聞いたお店をちょっとチョイスして、ここ有名なんですよって言っても、私、ヤギ苦手なんで、正直食べれるか分かんないっすって、うん、で森尾さんも、うん、馬ちゃんも、うん、ヤギ初じゃないですか。食べたことない。言ったらヤギって好き嫌いあって、うん、ダメな人は本当にダメなんで、私ももうダメだと思い込んでて、でも挑戦して入るから、うん、じゃあちょっと残してもいいみたいな、うん、先輩なんですけど、先輩が、うん、いいよ残してもいい、もうダメだったら残そうみたいな、今日はいいよ、今日はいい、もう、うん、残そうっつって、うん、一品ずつとりあえず頼んで、ダメだったらもう残して帰ろうみたいな、うん、で挑戦したら、うん、うまくて、へえ、そっちやったんや、めっちゃうまいってみんなでもう全部食べました。食わず嫌いな、もうそこのなんか調理の仕方がうまかったんですね、あんま臭みもなくて、へえ、なるほどな、はい、有名なところで、僕も食べるときはほんまそここのは臭くないからって言われましたね、はいはい、そういうんや、だからあるんですよね、あります、あります、臭いところはもう、じゃあ最初の出会いやな、どこの店で行くかっていうのが大事じゃない、うん、 で、 はい、でも逆にその臭みがいいっていう人もいるんですよ。はあ、なるほど、これ獣中本とか、じゃあそっち好きそうやな、好きそうですね、あいつ豆腐好きやから、はい、あいつ最初にだって30分ぐらい長い作の闘牛の YouTube 見させられたかな俺。これ見てください、ね、あのとりあえず闘牛が分かるやつなんか教えてっつったら、あ、じゃあこれ見てくださいっつったら30分あるやつで、で中本もで最後さ30分になってもさ、決着つかへんで終わってさ、中本大事なお前これ決着ついてないんやけど、どっちが強かって勝ったんやっつったら、中本はいや僕もこれ分かんないんですよっつって、中本俺と一緒に初めての YouTube 見ててあかんでっつって、自分の結果知らんやつを見せてきた、そうそうそう、天然が出ましたね、あかんなーっつって、いや可愛らしかった、可愛いけどな、うん、なんかもう素直なんですよね、なんか憎めない感じの、いや憎めない、いや、なんもね、フォローできなくて申し訳ないです。中本ごめんね。いや、いいよ、いや、個性いいね、かわいいやね、それがいいのよ、カップルで乗ると別れるというジンクスがある茶炭の観覧車。へえ、あ、そうなんや。あります。あのね、3分待ちの観覧車です。あります。1時間待ちやったね。いや、3分待ちでしたよね。もうすぐ入れます。え、1時間待ち。うん、あの日だけ1時間待ち。すごい、田畑が1時間待ちを言って譲らないんですけどね。めっちゃなんか店員困ってましたもんね、なんか。いやいや、なお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 。あれもう、だから俺は10年前に行った時の観覧車、あれは1時間待ちやった。そうそうそう。たまたまあの日。おばちゃん最後に行ったのが同じ時期やったっけ？そうですね、私も最後に行ったの、マジで10年、うん、
10年前とか12年、11、ね、2年前ぐらい。俺もそれぐらい。1時間マジやったよな。いや、そんなに。あ、そう。そんなに。まあ、日に。日によるね、ピーク、そうそうそう、そうですね、皆さん観覧車ぜひ美浜の方にありますので、うん、行ってみてください、ね、お願いいたします。沖縄の海に思いを馳せてください、ね、いやほんまほんま、ね、今ねヒルトンホテルが見えるのでね、はい、ぜひヒルトンホテルの方で、ね、見ていただいて、うん、沖縄市だったら南山ですね。南山っていう場所があるんですか。沖縄市、これ沖縄、あ、沖縄、こっちですかね、沖縄県民ですが、うん、ヤギまだ食べたことがないです。あ、そういう人もいるんや。いやでも確かに癖あるそうやもんな。うん、でも渚さんはヤギ大好き、な人もいると。うーん、やっぱ分かれますね。あ、日賀さん、ハピの8角の堺がうまい。そこじゃないですか。そこ行きました、そこ行きました。美味しかったです。私は堺町の18番だったかな、っていうところが結構おすすめ。馬ちゃんがなんかめっちゃ元気いっぱいでね、あ、って言ってましたね。ね、おばさんって言ったらブチ切れてくるんですよ、うん、出ていけみたいな、うんうん、もうミニコントなんですけどね。 お姉さんって言ったら、あ、そうよって感じで料理やってくるんですけど、楽しい。こっちがふざけて、うん、おばあちゃんみたいなこと言ったら、あと出てけもう接客みたいな感じで切れてくるんですよ。ちょっと面白かったですけどね。そういうパワフルなおばちゃんです。そういうおばさん多いっすよね、マジで。なるほどな。うちのおばさんがね、花笠食堂とか、花笠食堂のおばちゃんも行ったけど、そんな、まあそうやな、別に的じゃなかった。いや、人に、たば、花笠は他にも何店舗か一応あるんですけど、うん、ああそうな、へえ、なんかお姉さんって言ったらみんな向くんですよね。ああ、まあそういう可愛らしいな。なるほどね。そうやな、おばさんって言うとあんま向いてくれる。おばさんって言ったら、なるほどな。いや可愛らしいよな。きーちゃん、うん、境町にヤギ食べれるところあるのですね、うん、2月末に行けたら行ってみます。はい、ぜひね。でも、うん、きーちゃんすごいっすよ。きーちゃんすごいっすね。きーちゃんはもともと本当に無限大の17期生を結構推してる、箱推しして、箱推しっていうか箱推し、あの全体が好きってこと。好きで、ラフレクランとか、あ、そっちのラ、はいはいはい、他にランパンプさん1個上かな、他にいます。17期、私ラン、あ、ラ、ああ、スクールゾーンちゃうわ。スクールゾーンそうちゃう。ラフレクランしかちょっと私あんま存じてないんですけど、あ、まあ、そ、17期が好きで、うん、で結構見てくださってて、たまたま、うんうん、私が、東京神保町で、うんうん、沖縄吉本のユニットライブで神保町行った時にチケットをツイッターで買ってくださって、うん、でそっから応援してくれるようになりまして、あ、来てる。ラフレクランとワラバランスか。ラバランス、そうかそうかそうか、ワラバランス、そうか、そうか、17期やな。でキーちゃん、私10月誕生日だったんですけど、うん、サプライズで沖縄に来てたんですよ、うん、祝うために、私の愛に、すごい、やばくないですか。すごいね。本当にもうありがたいですね。すごいね。ほんまにそんなに応援してくれてる人なんてね。感謝ですね、これは。ありがとうございます。キーちゃん。CM、はい、一旦 CM 行きまーす。
トゥナイトファイブ。エンディングでございます。早いエンディング、あっという間。オープニングでしょ、まだ。いや、もうエンディングですよ。全然喋れてないわ。もう、あっという間の、もう、あと、1分、あ、1分半ぐらいですね。あと、ぐらい、はい、あれか、あの、今、はい、そうです、そうです。締めてください、じゃあ。いや、もう最後に、もう、なんか、沖縄の、残す、沖縄生活。沖縄、そう、あと1週間はね。はい、なんか、あります?やりたいこととか、まだやり残したこととか。いや、まあ、その、離島行ってないから離島行きたい。はい、それは、あと夜景な、はい、親ちゃんと。そうですね、夜景行きましょう。ぜひ、時間あれば、行きましょう。さっきね、親ちゃんとドライブしててね、信号待ちで止まってる時に見たね、はい、予備校があったんですけど、あの大看板掲げてて琉球大学30名って掲げてたんですよ。いいじゃないですか。ダメだとこれはと、そこにね、いい東京大学10名とか、いや、ね、いや、いいよ、沖縄の東大です。そうやな、沖縄の東大なんです。そうです。いや、ち、沖縄の東大は流大なんですよ、皆さん。全然違いますよ。いや、全然違う。いや、本当に。沖縄の東大です。流大の横通ってくれたけど、全然校舎なかったですから。いや、校舎の数関係ないよ。勉強してへんのちゃうかなって。いや、そんなことない。ぜひね、もう、田畑藤本さん、まだ今、はい、あの、か月にも出番ありますので、はい、ぜひ皆さん、おもろばき屋敷、はい、沖縄か月、遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ということで、ツナイト5、はい、今日のゲストは、田畑藤本でした。ありがとうございました。さよなら。